どうもベラです。さあそれではスプラトゥーン3ですね、やっていきたいと思いますが、よろしくお願いしますということで、さあでは今回ボトルガイザーフォイル使っていきたいと思いますが、でルールあさりですね。相手はボトルガイザー、ボールドマーカー、ネオ、スプラローラー、コラボ、カットホッパー、ブラックか、まあそんな感じということで、さあまず相手結構攻めてきたが、さあ最初はまあ打ち合いですね。さあ相手圧かけながら、まあ高台取っていきたいですね。さあめっちゃ狙われてる。さあ気をつけながら誰か一人ぐらいは持っていきたい。これ上がってくる可能性が、いやー惜しい惜しい惜しい、運気早い。さあこれかわす、よーし再び上がってきた、倒しとっけ。いやースプラトゥーンもね新しい、これ一人入ってった、まあ放置でいって、いやまたね新しいの来ましたよね、新しいの、いやいやられてしまったけど、ナイスロボットボム、索敵もできるロボットボム、なかなか使えます。サイドオーダーね、めっちゃ難しそうやった。まあヒーローモードとかもね、やられた方は分かると思うんですけど、なかなか難しかったりとか、何よりもね嫌なのか、こう途中でセーブポイントみたいなのがなくて、で最初からやり直しになってしまう、あれはねちょっとやめていただきたいなと思うんですけど、難しい、せっかくやったのにあんま時間かかることやりたくないんで、面白くはあるけど、まあ、やってると慣れてはくるし、そういうのが得意な人にとってはねなんてことはないのかもしれないけど、で、まあ、今回のはカラーチップとかいうのでこう強化できて、で、まあ、1回ずつフロアが上がっていけるみたいで、ただなんか負けるとまた1回からやり直しなんですかね。やり直しって相当きついですよね、非常に厳しい。まあ報酬とかもねあるので、まあ、ゲットはしていきたいと思いますけども、やり直しはちょっとね、あとこのゲーム非常に面白いんですけど、回戦落ちでこう負けた判定になるっていう、優位だったとしてもどう考えても勝ってたなーという試合だったとしても回戦落ちになってしまったりとか、あと圧倒的な編成負けの時と、あとは XP が上がってきた時に勝率がめっちゃいいのにもかかわらず9割とか、まあ 90% 以上ですね、勝ってとかしてるにもかかわらず XP がめっちゃ下がってしまう、何百とかいう感じで下がってしまう、あれはねちょっと頑張ってる人がねかわいそうだと思うんで、そのあたり、まあ、ラグとかですね、そのあたりが改善できてほんまにね言うことないようなゲームやと思いますね。ということで、あと新武器とかも来ましたんでね、武器の熟練度上げ全部星4か5とかにしてるんですけど、で達成してたんですけどね、また新武器来るので楽しみにしつつ、また武器の熟練度上げていこうかなと思いましたね。結構大変なんですけど、まあまあ実力上げにもなるし、ね、たくさん追加されるのは嬉しいことなんで、でまあ個人的にはまああのシェルター系の武器結構面白そうなのと、あのマニューバーの新しいの強そうでしたね。なんか射程とかもあってなんか強そうな感じがした。でリッターとかリッタースコープのカスタムっていうんですかね、がなんかビーコンがあるっぽくて、リッターでビーコンは強いんじゃないかなと思いつつ、あと帝王イカがつくかもしれないみたいなとかね、まあ確定情報が出たらね見てみたいなと思いますけども、ゴーニーガロンデコとかそういうの楽しみですね。ゴーニーガロンとか強いので XP 上げたりとかではね非常にやりやすいんですけど、よしよし、こっからね上げないように
していくと、あとこの右側もしか塗り状況を整えて、ウダショットって当たらなくてもね塗ることができるんで、しっかりこう手前塗っとくの大事。うん、よしよしよし。さあそんな感じで、だって良いかな、アサリをねしないようにされたい。これも止めていく、よしよし、これも上がらせない、よしよしよし。さあメガホンレーザーが、あ、これアサリがね消えれば、よし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 、ナイス。で、あとあれですね、サーモンランの新ステージが来ましたよね、ドンピコ闘技場とかいうの、あれもね頑張りたいところですよね。ということであれもね、またバッチがあるということで、新武器もバッチがあるし、で、あと新ステージ来ましたよね、なんか空港の、まあ、盛りだくさんですね。ということで今回ステージは一緒で、相手はケルビンにシャープマーカーネオ、ドライストリンがめんどくさいんですよね、足元奪ってくるんで、あとザップか、いやこれ惜しい、まあでもスミナルシータ履いて前線来たの大きい。ドライストリンがね敵に来ると結構めんどくさい、足元取ってくるのがめんどくさいんですよ、特にこういう武器使ってるとき、塗りが弱い武器とか使ってるときと、遅い系の武器とか使ってるとき、機動力があんまない武器ですね。さあまずは前半にカウント取っていきたいところ、いやこっち取られるか、ちょっと一回手前に戻って、まあ味方前にいるんでね、飛ぼうと思ったら飛べるんで、よし味方いい場所取ってる。さあこれは飛んでってスミナガシータ入ってからの行く、よしカウントリードナイスで、いい場所取ってますね、相手のね高台の奥とかそういうの取ってて、このゲームね高台が強いので基本的にはあのめんどくさいトレースとにかく落としていきたい、よし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 、相手めっちゃ抜けてくる、これはね戻ってった方がいい、相手してもこれ無駄なんで、これキルにもね有効キルと、まあ無駄ではないけども、あんまり有効じゃないキルもあるので、試合を動かすようなカウントを動かせるようなキルだったらいいんですけどね、こうあんまり意味のないキルは意味がないので、相手がしっかり戻っていくと、よしこれは入れていく、ナイスだ、あたり味方のパスいいですね、連携がめっちゃいい、ナイス、それも入れていく、味方と噛み合った時最高、これね通話とかなしで噛み合うとほんまに気持ちいいのでね、みんなが前に出てくれてちゃんと縫ってスペシャルとかも使って、ね、しっかりキル取って、でゴール前近くなったらなんできるだけアサリこう集めといて、でこう味方に投げたりとか、アサリ逆にもらったりとかしててアサリ作ってパッとゴールを決めて、そこから1回ゴールを決めてできるだけ点数を入れるっていう、そういうことができると本当に気持ちいいゲームで、逆に連携が全然できないとかそんなこともたまにあるんですけどね、まあそれは仕方ないとして、さあそれではガチエリアですね、ヤガラ市場のステージでやっていきたいと思います。ではジムワイパーですね使っていきたいと思います。まあ弱体化されたとはいえ、やっぱこのゲームジムワイパーとかボトルガイザー52ガロンとか、まあね、あとロングブラスターとかあの辺りものすごく強いので使っててもわかるけど、ちょっと使うの難しかったりとかしますけどね、だけどやっぱ強いですね、圧もかけられるし、よしよしよし、これ倒せるんですよね、で相手もワイパーいるのでこれ注意ですね、さあ相手もワイパーうまい、これね勝てないと思ったらしっかり引いていくんだし、これ後ろから来るのね、これカニタンク後から履いた方がね、有利だったりとかするわけですけど、まあうまいこと立ち回れば、ただ相手裏取りしてたんが偉い、
相手北斎ヒューがいるのでちょっと面倒くさいんですよね、裏取りしていくのが。おお、よしよしよし、倒していく。これこの縦振り横振りだから、自分はやっぱね、クイックオムがある方がやっぱ使いやすいとは思いますよね。ポイズンミストダメージは入れないので、まあ、束縛みたいなことはできるけど、拘束っていうか、やっぱクイックボムコンボ、クイコンっていうのはやっぱ強い。さあ圧は隠れてる、まあ、耐物性能とかもすごい高いし、だいたいこういうね横にみんな行くので倒せるんですよね。今やっぱ使うのは難しいけど、使えたら普通に強い。よしよし、ポイズンミスト投げて、もうこれで行動だいぶ抑制できるんで、ここの一角を出せるっていうね。さあそれではガチアグラですね、スメーシーワールド。ここのステージ安定しづらい感じするんですけどね、やっていきたいと思います。特にアサリとか抜けられて、相手パブロとかいたらね。さあそんな感じですけども、さあでは今回はアサリなんですけども、まあそんなに、まあ塗りが強いってわけでもない、機動性もそんなにあるわけでもない、ホットブラスターカスタムですね、使っていきたいと思います。この左側の高台絶対取られないようにしないと、これねステージ途中で伸びてきてこうつながってってなるわけですけども、これ抜けたいんですけど足元とか取られていけない。ただまあ前線はしか上がっていく、前出るのは非常に大事なんでね、2人狙われてたんで。さあこれ勝てないかな、危ないかなと思ったらセンサーだけつけて逃げる。引くことも大事なんですよね、これいる、左右両方いるんですよね。さあこれはもう倒されてもウルトラ着地で持っていく。よし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 、相手絶対に矢倉止められるね、ナイス玉があるから、カウント進められるとき絶対できるだけ進めとかないときついんで、最後相手もうスペシャル貯めてナイスでも投げるだけでいいわみたいな、トリプルトルネードとか低用イカとかもそうですけどね。まあ基本的にはやっぱノックアウトするつもりでやった方がいい、強気でね、やっぱ勝負なんで。ということでこれは飛ばない方が良かった、ワイパーアウトはできるだけ取らないようにしたいところですね。これは飛ばない方が良かった、飛んだ方がいい時もあるんですけどね。でこの左の高台と右ですねは取られないようにしていきたい、特に左か。よし、肩を押していく。さあブラスターの強いところをお見せしましょう。爆風でもダメージ与えられるし、一角も出せるし。さあピンチをしっかりと救いましたと。ブラスター普通に強いので、ブラスターシューター、ワイパー、武器種で言ったらそのあたりか、ブラスターシューターワイパーとスロッシャーか、そのあたりはやっぱりねよく X ランキングトップ10入ってるので、やっぱりね強いんですよね。やっぱ強いのを使うのは大事、もちろん熟練度実力は必要ですけどね。だけど実力がもし同じ、条件も同じだとしたら、やっぱ強い武器使ってる人の方が勝つ期待値は高い。さあこれはねもうちょっと落ち着いていってもよかったですね。左とかも塗り状況とかもあるし、逆に右の高台とかも取ってって、で、まあ、センサーもあるんで投げて、ローラーとかものすごい有効なんで、まあ、ただねこれ全員で前に押していけてるっていうのは非常にいい。ナイスー。さあではガチアサリですね、ヤガラ市場でやっていきたいと思います。さあそれではホットブラスターカスタム使っていきたいと思いますが、相手はクーゲルシュライバーヒュー、
フードシュライバーヒューね、結構使いやすいですよね。結構強いなと思いますね。で、ダイナモローラ、あれね、結構強い、アップデートもされて結構強いなと思うんですよね。使ってる人も増えたなと思うし、で、塗りが取られてものすごく戦いづらくなったりとかするので、こっち塗りが弱かったりとかした場合非常に倒しておきたい。エナジースタンド持ちのね、ダイナモローラとか特にあのキットって非常に大きい。この前を押してきてるのは結構ウルタ着地が溜まるので多少無理できるっていう。でトラップもしっかりと引っかかってって、まあ、潰していくと、さあ前線上がってんのいい感じ。やっぱラインがね下がらないようにできるだけ上げてキープしてっていうのができるのは非常に大事で、近くで倒せるの本当に気持ちいい。あとこうチャージャーとかと違ってブラスターの方が気軽に使えるっていうのがいいですね。爆風ダメージも入るんで、チャージャーだったらまあパシパシとねトラップ使ってとか、まあ近距離はそんな感じでいくわけですけど、ブラスターってこんな感じでいけるんで、エイムが良ければもうね、エイムがバチバチに良ければ全員近くで連続でいけるんでね、戦ってても結構そういう風になったらあえて回線落としたりとかなるので、やっぱこの武器強いんだなと思いますもんね。もちろん実力が伴ってですけどね。さあ近く持っていく、よし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 。まあ今回のダイナモローラーはイグザミナ、あイグザミナもそうですけど、エナジースタンドじゃないのが良かったですね。エナジースタンドは非常に強くてね、どのルールでも強いなと思うので、めっちゃ狙われてる。これも近くって感じ。これ惜しかったですね。これはこれでも難しいところですね。ちょっと塗り状況が悪かったんと、複数が狙われてたんでどっち倒そうかなと思ったんですけど、まあまあラインはキープできてるので、相手塗りめちゃくちゃ強いので、塗り状況を捉えてしまうとね非常に打開がしづらいので、牽制見た時にねそういう判断非常に大事。相手塗りめちゃくちゃ強いな。なんせ今この使ってる武器が塗りが弱いのと結構機動性がないので、やっぱ塗りが弱いとねそんだけ動きづらいので、ここはもう冷静に冷静に、よし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 。さあ結構いいチラシが、ナイスナイス破壊。はい、降りてきたの偉い。これ降りなくてもよかったな、あさり入れようかなと思って。これねテントみたいな高台の上でねキープしといた方が爆風のダメージとかもいけるし、四角も出せるし、強い場所キープできるんで。あーこれ来る、マニューバーみたいなねこんな動き、あれの近づかれるとこの武器は本当にやりづらい。まあ不利ですね。さあ相手がチアサリ持ってる。さあさあセンサーつけつつ、まあ冷静にですね、冷静さ非常に大事になってくる。相手が逆にガンガン出てるときはね、このサイド展開からの横後ろが狙ってくるの非常に、まあまあガチャアサリ持ち倒したんで、まあ、ちょっと安心って感じですね。相手アサリ集めないといけないので、アサリの数見とくのも非常に大事。まあ、なかなか試合中見るの難しいんですけどね。爆風削りはしたけど、相手めっちゃ前出てくるようになりましたね。相手まだ点数が全然入ってないので、点数入れないということで、点数入れないといけないみたいなことでしっかり前出るようになってるってことですね。さあそこをしっかり狙っていくと、この位置角がシューターとかだったら位置角が出ないのでね、で爆風とかがないから正確なエイムでいかないといけないから、ブラスターってほんとこういうとこいいなと思う。
ぱ削っとくとね、味方が倒しやすいっていうのもあるんで、一角で倒せなくても削る意識は非常に大事。さっ、よし、ナイス。さあ、ではタラポートショッピングパークのステージでガチヤグラですね、やっていきたいと思いますが、さあ、では相手は、相手の編成、ホットブラスター、カスタム、オーバークロッシャー、ボーニーガロン、シャープマーカネオか、なかなか強い編成ですね。濡れるし、濡れるということはこういうブラスターとか、ね、あんまりこう濡れない武器とかも動きやすい、ボトルガイザーとかね、そういう系の武器使ってる時も味方が濡れ状況が良ければ、さあ倒してってセンサー投げて後ろからも攻めていく。相手逃げてくるのかしこいね。これね、ウルトラ着地がね、もうちょっとで溜まりそうだったんで、溜まってくれたら使ったら使えたらね、激アツだったんですけどね。まあただラインは上がってる。ほんのもうちょっとスペシャル溜まってくれたらなみたいな、こういう時乗り武器だと思うんですね。盤面も整うし、スペシャル溜まりやすいし。さあ、これウルトラ着地使う。よしよし、2人乗っていく。非常に大きい。ハイパーとめっちゃ大きい。さあ、センサー投げて、ここしっかり後ろも塗り状況取って、でインフレールとかも取っといて、これでまあ実質ステージが広がったようなもん、まあ、逃げるとこも広がったみたいなんで圧かける。そしてここ焦らずに、焦らずにで、ウルター着地溜まってるんで、ボムとかがあったとしてもウルター着地で消せるんで、まあだいぶ抑えたでしょう。ここのステージも全然ね、逆転される可能性とかもあるので、もうノックアウトするつもりで、まあ基本どこのステージでもノックアウトするつもりでやった方が、よしよし大丈夫。中央も取れてるんで、この右の高台とかも取られてるわけではないので全然大丈夫。さあ、ダメージが、ダメージだし、これちょっと距離が近い。あー、でもしっかりやっていく。距離が近いとき近く取れて最高。でこれ前押してるときに注意しないといけないのが、相手インクがこっちの自陣にちょっとでもあったとき、そのちょっとのとこに相手がいるときがあって、そっからね、相手がそこにジャンプしてきて弱点されることもあるんで、策的めっちゃ大事。それで近く出していく。狙うの難しいなと思ったんで、モルター着地でね、確実にやっていったと。相手一人でも生き残ってるとね、ジャンプして、まあ復活短縮とかエナジースタンドとかだったらもうすぐ復活してくるんでね、ワイプアウトするのを優先したと。さあ、2人持っていく、非常に大きい。まあ相手からしたらこんだけね、キルとか取ってくる人が相手だったら非常にね、やりづらいと思いますね。いや、これはちょっと追加ダメージとイカロールしたかったけど、まあ難しい時もありますね。さあ、ちょっと塗り状況整えていきたいところ。相手雨降らしとかもあって塗れるから、これ横から、ナイス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 。このね、サイド展開非常に大事なんで、真正面だけではなく、そこから来る敵をね、しっかり倒すのに非常に大事。まあ、要は抜けさせないっていうね。よしよし、倒していく倒していく。はい、近くで、まあ個人的にはまあね、エイムがうまいとか、まあ、立ち回りがうまいとかもあるんですけど、結構こう体調を整えておく、最近近く体調を整えるで、まあ、座る姿勢とかそのコントローラーをしっかりとこう膝元に置いてやる、そのまあ視点の角度っていうんですかね、それめちゃくちゃ大事やと思うんで、試合するまでにまあ的打ちとかして
しっかりコントロールしておくことはものすごく大事やと思いますね。試合が始まってからももちろん調整はできたりはするんですけど、試合始まるとねやっぱり集中しないといけないので、ちょっとの一瞬のミスとかそんなんで大きく試合が動くので、やっぱ試合開始前から試合が始まってるという意識が非常に大事だと思いますね。で最後逆転とかも全然あり得るので、試合が終わるまで絶対に諦めずにやると、まあ、人によってはねリードされたら諦めたりとか、もう味方打ちとか離敵とかいろいろあるのでね、まあ最後ちょっと諦めてしまったりとかね、まあそんな感じで、それでは最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。